税理士試験の合格発表、皆さん今年はいかがでしたか？こんにちは、税理士の小田敏子です。税理士試験の合格発表がありましたね。毎年12月の半ば以降になると税理士試験の合格発表の時期だなということを思いながら過ごしています。今日は私が自分の税理士試験の合格発表の日のことをちょっと振り返ってみようかなっていうふうな、そういったお話をしようと思っています。税理士試験の合格発表の日っていうのは本当にドキドキしましたね。まずポストを開ける手が震えますよね。で、まあ何かが入ってる、まあこれは郵送で届くから発表日のだいたい翌日になることがあるんですけれども、翌日のポストに入れる手が震えて、その取り出した封筒をですね、ああ届いてるって思いながらエレベーターに乗ってなんか透かしてみたりとか、なんかちょっと厚みが厚いかもとか、なんか去年より薄いかもとか、なんかそういういろんなこと考えながらですね、まあ、なかなか開けることもできずに、まあ部屋に戻るわけですよね。でこの時期だから、まあコートだったり手袋だったりマフラーとかいろんなものしてるんですけど、まあ、何にも外さないでとりあえず開けてみようって言ってその場に座り込むような、そんな日だった思い出があります。私は税理士試験長い期間かかったので、もちろん不合格の年の方が多かったんですよね。でも合格した年のことっていうのはほとんど記憶になくて、まあ嬉しくて嬉しくてっていう年だったので、あんまり記憶にないのかもしれないですけど、不合格だった日のことっていうのは今でもやっぱり鮮明に覚えてます。まあ、とにかく年度と合格っていう文字がなければ判定とまあダメだったっていう記録が残されているわけですよね。でその文字を見た瞬間に、ああ今年もダメだったっていう気持ちで、まあ涙が止まらないですよね。まあどれだけの時間をかけて、どれだけ自分のプライベートを犠牲にして、まあどれだけの人にまあ不義理をしてこの日を迎えてるかっていうことを考えると、まあ、本当に情けない、もう自分のことが嫌でしょうがないっていうふうに思ってしまう、まあそんな思い出がすごくあります。でまあひとしきり泣いた後に、まあその日が合格発表だっていうことは家族も知ってますから、親に電話をしたりとか、まあその当時だとまあ彼氏とかに電話したりとか、まあその程度ですかね。まあ友達には言わないですよね。まあ税理士試験一緒に受けてる人であれば、もしかしたら相手は合格してるかもしれないし、まあ、お互いそういう気持ちで、まあ当たらず触らずっていうような日を過ごすのかなっていうふうに思います。で、全く税理士試験と関係ない人とは本当に話もしたくないですよね。まあその大変さっていうのは本当に分かってもらいにくいものだし、まあ自分が軽々しくダメだったよっていうことに対して何か返答をもらったとしても、まあそこの部分はちょっともう受け入れられないぐらい憔悴してしまっているっていう、そういうのが正直なところだった記憶があります。今年いい結果だった人も残念な結果だった人ももちろんいらっしゃると思うんですけど、まあ、ここでどういうふうに考えるかなっていうことをもう一回立ち止まってみたらどうかなというふうに私は思います。税理士試験って一発勝負ではないので、科目合格もできるし、科目合格をずっと保留して、保留というか持ち続けていくことができる期限もない、そういう試験なので、まあ、例えばもう簿記在票に受かってれば税法を諦めきれない。で、まあ何かもう科目をすでに持ってたら、まあ、最後の1科目が諦めきれずに、そこから何年も何年もかかる人もいるっていう、まあ、本当に人生を変えてしまう試験ですよね。真剣に勉強して合格を勝ち取ってきてる方とか、合格をしたことがなかったとしても真剣に勉強した人なら誰でもがわかる、普通の生活をしていたら合格することはできない試験です。だからこそ今日の合格発表の結果を見て、まあ、自分の人生をもう一回考え直してみるきっかけにしてほしいなというふうに思います。続けるもよし、やめるもよしなんですよね。だってそれは自分の人生だから、続けて必ず税理士にならなきゃ自分ではないというわけではありませんし、もちろん税理士にならなくたって素晴らしい人生を送ることは絶対にできるわけなので、そこは今日結果を見て
その結果がどうであれ、自分は今後どうやって生きていくのかっていうのを改めて今ゼロベースで考えてみるっていうことをぜひやってみていただきたいなというふうに思います。もしそこで続けるというふうに決めたんであれば、もう年内は遊んでもいいかなっていうのはちょっと言い過ぎかもしれないけど、一週間ぐらいはちょっと遊んで、まあその後からはもうイノシシのようにですね、突っ走る、来年の試験に向けて突っ走るっていう覚悟を決めていただきたいと思うし、まあそのためにもし会計事務所勤務の方なんかだったら、年末調整と確定申告をいかに効率よく終わらせるかっていうところに力を注力してもいいと思うんですね。そうやって、まあとにかく合格をするんだっていうことを目的にするのであれば、けじめをつけてくよくよ落ち込んでしまうのはやめましょう。で、科目を選んだりとか、どういう戦略でいくのかっていうのを改めて決め直して、そこから決めたらもうスタートを切る。で、計画をとにかく立てて、今何をやらなきゃいけないのかっていうことを、ただこなしていくだけの状態が早くできるといいですよね。あとは今日の悔しさを絶対に忘れずに気持ちを書いておくといいと思います。私は税理士試験を受けてた時に、試験を受けた日と合格発表の日と必ず自分の気持ちを書いてました。それを見返すと、ちょっとサボっちゃおうかなと思った時に、もうその時の自分の悔しさがそのまま字面からもわかるし、自分の気持ちもこうだったなぁなんて思いながら、ダメだダメだ。まだまだ頑張らなきゃっていう気持ちに立ち戻ることができた思い出があります。なので、今日のいろんな感情を将来の自分のために書き綴っておくっていうのはとってもおすすめです。一方で、もう今年で辞めちゃおうって思う方も、罪悪感を感じる必要は全然ないと思います。だって、今日以降の人生はみんな平等なわけだし、今日の前の出来事は誰も振り返ることもやり直すこともできないから、もし科目を合格してるから諦められない、しょうがないから来年までやろうっていう気持ちでやるぐらいだったら、やめてしまっても構わないと思います。いろんな諦める理由ってあると思うんですけど、とにかく自分の人生を生きるための理由じゃないのであれば、それはもう税理士試験を受ける意味はないかなと私は思います。私は当初、自分の親が税理士だったっていうこともあって、なんとなく、義務感もあったかなというふうに思います。だけれども、やっぱり義務感でやってるうちは全然合格できませんでした。被害者妄想も生まれるし、自分の人生のためじゃないっていうような、どこか、ひねくれた感情がどこかにあった状態では、やっぱり続けることも難しくて、レベルも上がりませんでした。だけど、私は子供を産んだ後に最後の科目に合格してるんですけれども、子供を産んだ後ぐらいからですかね、もう自分の時間をこれだけ割いて、自分が子供との時間をこれだけ犠牲にしてやっている、イコール自分のためだというふうに、もう思い込ませましたね。親は税理士であるけれども、この掴み取った合格は私は自分の人生のために使うんだっていうふうに心に決めてやり始めた瞬間、なんだか今までとは違う力が出てきたような気がしてます。なので、自分の人生のためにやるんだっていうモチベーション、そのモチベーションを持てる人だけが続けていけばいいのかなというふうに私は思います。というわけで今日は、ちょっと税理士試験の合格発表の日っていうのを私の勝手な記憶ですけど振り返ってみました。皆さん税理士をこれから目指そうと思っている人や、税理士試験を今後も継続していこうと思っている人、今年で辞めちゃおうかなと思っている人、今年でもしかしたら全部終わってこれから開業しようかなと思っている人、そんな方々のお耳に届けばいいなというふうな思いでお伝えしました。それでは今日はこの辺で、税理士の宇葉敏子でした。